こんにちは、山野美容専門学校73期堀江啓太です。今回はスペシャルゲストのお二人に来てもらいました。美容室フィッスでアシスタント2年目をやっております、橋本です。71期幅行きアルバムというお店で働いてます。こんにちは、山野美容専門学校2年の幅行きです。山野美容専門学校には山野タイマーという最強のアプリがあります。お忙しい中来てくださりありがとうございます。ありがとうございます。それでは早速質問の方させていただきます。学生時代の思い出なんかがあればお願いします。国家試験の練習が一番思い出として残っていて、クラスメートの友達と切磋琢磨して練習したことが一番思い出に残っています。あとは昼休みです。山野美容専門学校の華道とか茶道とか、あとは着付けとか、なんかこれから学べないところを学べると言いますか、なんかいい経験になったなと思ってます。お二人が好きだった授業などがあればお願いします。華道と茶道とあとデッサンです。まあ、美容の技術はまあ美容の専門学校に入ったので多分当たり前にするとは思っていたんですけど、それ以外にも美という面では勉強になりました。自分はカットかなって思ってて、やっぱりカットしてるのってめっちゃ楽しいなっていうのがありますし、実際美容師さんになって何が一番多いってなった時絶対カットだなと思うので、テクニカルで選んでたんですけどすごい楽しくて僕も好きでした。その入ってからのイメージとかなんかギャップがあったら教えてください。手先がかなり不器用なので周りと差がつくんじゃないかなっていう不安が結構あったんですけど、上手くなりたいっていう気持ちがあるのと、練習すれば手先の器用不器用は本当に関係ないなっていうのを実感したので不安はもうなくなりました。やっぱ美容学校イコールこう派手みたいのがあったので、派手じゃなきゃいけないのかなっていうのはめちゃくちゃ感じてたんですけど、実際入ってみるとそんなに派手な方はいますけど、なんか落ち着いた方もいますし、なんか時期によって暗くなったりとか不安は入ってからなくなったなっていうのはありました。人によってこのタイミングで暗くするんだみたいな。自分は美容学生時代一回も髪の毛染めたことなかったので、美容師になって2ヶ月で金髪坊主めちゃめちゃいかついですね。学生時代になんかこれしておけばよかったなみたいな後悔とかってありますか？コンテストクラブに所属してたんですけど、はい、まあ、とりあえず2年間どんなことがあっても辞めないっていうのを目標でやろう気持ちでやってたんですけど、賞を取れるように努力はしてたんですけど、取れたらいいなぐらいの気持ちだったら、まあ、賞はもちろん取れないので。これ見てるコンテストの子は本当にもういっぱい賞取って欲しいですね。まあ、僕賞取ってないんであんま偉いこと言えないんですけど美容学生のうちに取る賞の方が取りやすさもあると思うし、うん、価値も高いんで2年間しかチャンスがないので、うん、では幅さんお願いします。ちょっと待って、なんでないつもさフェードアウトしてくる。忙しく しとけばよかったなっていうのがめちゃくちゃ感じてて、何もしてないとクラスぐらいしか関わりがないんですけど、コンテストとかやるといろんな横のつながりが多分あるので、美容師になった時も共有みたいのもできるのもいいなと思ったので、友達100人とかじゃないですけどそのぐらい交流持ってたらよかったなと思いました。自信のある施術は何ですか？メンズのパーマ技術っていうのが、まあ、一番得意としてる技術で、スタイリングが楽なので施術後にお客様が感動してくださったりとか喜んでいただけるので、上手なパーマ技術をできるように頑張っていきます。パーマ今すごい流行ってるし空前のブームですね。ご予約お待ちしております。幅さんお願いします。可愛い感じが良くて、前髪に今ちょっと力入れてまして、多分一番触るとこって絶対前髪になるので、そこを可愛くして、なんか女の子がもっと今よりも可愛くなってもらうように前髪のパッツンだったり、あと横のつながりと遅れ毛までをちょっと意識してもっと自信つけれるように今頑張ってるっていう感じです。いつも触っちゃってる。お二人の休日の過ごし方をちょっとお聞きしたいなと思って、モデルさん実際カットさせていただいたりとか、まあ、施術の練習をさせていただいたり、個人的にサウナが好きなので、またやっぱりあの犬ですね。もう可愛くて可愛くて。ちなみに僕もサウナ好きなんですけど。あ、サウナ好きですか？めっちゃサウナ好きです。サウナいいんですよ、はい、本当に。美容師さんみんなサウナ好きで、サウナって出会いあるんですよ。ちょっと待って、あの水しちゃった。お店のスタッフが丸々さんと出会ったっていう話もよく聞いたりとか、それが仕事につながったりとかっていう話も聞くので、サウナいいですね。後でこっそり教えてください。ハバさんお願いします。インスタとかでお客様にここ空いてますよみたいな周知をしたりとか、お客様との関係性を高めたりとかでやり取りとか過ごしてます。美容師としての夢があればお願いします。リピート率 99% っていう夢があるんですけど、自分が一度担当させていただいたお客様がもう一度来てくださるっていう、でそれがもうずっと続くっていうのがお客様のことも知れるし、まあ、長い間付き合っていけるっていうの
のがとてもいいなと思っていて、それをずっとまあ夢でもあり目標として掲げています。最近なんか運営管理の授業あるじゃないですか、うん、固定客が来てくれる美容師の最大の財産ですみたいな書いてあって、うん、あもうまさにそれなんだなって思いました。本当に最大の財産ですね。僕も今言われて思い出しましたちょうど最近期末テストだったんでめちゃめちゃ教科書読んでました。幅さんお願いします。予約開放して5分で埋まっちゃいましたみたいな、なんかそんだけ価値のある美容師さんになりたいなっていうのは思ってるので、ただ埋まるだけじゃなくて、うん、その本当に技術を求めに来たりとか、うん、自分の雰囲気だったりそういうのもプラスで求めに来てくれて1年後まで取れませんみたい な、うん、なんかそのぐらいの勢いのある美容師さんになりたいなと思ってます。橋本さんは71期 YouTube クラブのリーダーを務めていらっしゃったということで、僕今、まあ、一応リーダーを務めさせていただいてるんですけど、はい、大変でした。いや大変ですね。人にどう指示を出していいかも分からず、分からないからも全部自分でやっちゃおうっていう考えになったんですけど、それは全くリーダーでもないよっていうのを先生に教えていただいて、確かになと思って、人に指示を出すとか、うん、人を動かすっていうことが難しいですね。それこそ入社して1年目の時って多分一番下になるので、うん、自分が指示を受ける側だと思うんですけど、それがやっぱり2年目になってくると指示を出す側に変わってくるので、指示をもらうより指示を出す方が本当に大変だなと思って、リーダーっていうその名前だけで終わらないように全て取り組んでほしいなと思います。頑張ります。頑張りましょう。幅さんは芸能関係のお仕事をされていたというふうに伺っているんですけど、どういうふうに時間の使い方をしていたのか気になるんですけど。小3から高1の終わりまでやってたんですけど、うん、期末とか中間とかあるので、うん、移動中の電車とか本番とかの休憩時間とか、本番の前に勉強って往復1時間の間で動画編集できちゃうんです、スマートフォンだと、うん、その1時間をゲームするか動画見るか動画編集するかっていう、まあそのどれが自分のためになるかもしれない。やるとしても学校の問題のフォーム、あーあと急いで健康調査を送ったりとか、健康調査やべ今日送ってねみたいな。最後に山野の学生に伝えたいこととか、これから入学する高校生に向けてのメッセージがあればお願いします。山野には本当にたくさんのチャンスがあると思うので、チャンスをつかみ取って自分のものに生きるかできないかっていうのは自分次第だと思うので、ぜひそのチャンスを掴み取っていただいて、美容師人生に生かしていただければなと思います。幅さんお願いします。 SNS って本当に重要だなっていう風に感じているので、うん、多分インスタだったり TikTok とかちょっとずつ今のうちからやりたいことを確立していけば、卒業してからでもすぐに周りと差をつけれるので、うん、今やっといたらいいのかなっていう風に思うのと、これから入学考えている方には、山野って本当に綺麗で大きくて、うん、いろんな経験ができるので、自分は山野を卒業して本当に良かったなと思ってるので、本当にどこ卒業って言って山野っていうともうみんな知ってるし、なんかそこのブランドというかめちゃくちゃでかいので、うん、皆さんも迷ってたら山野に来れば間違いないので、卒業生からのメッセージです。お二人とも本当に貴重な時間をいただいて本当にありがとうございました。楽しかったです。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ